皆さんこんにちは、ジャズサックス奏者の浅岡優です。本日もゆってぃ先生のページご覧いただきありがとうございます。今日はタイトルにあるようにサックスのフィンガリングの考察ということでお送りしていきたいと思います。でそのフィンガリングに関してとか早弾きね、どうやったら早く回るのかっていうのは多分皆さんすごい興味があることだと思うんですけれども、でその YouTube とか、ね、YouTuber っていうかサックスの YouTube の先生とかでもそういう指使いに関してとか早弾きに関して結構動画を上げている人がいっぱいいて、でちょっと一部すごい誤った情報を言ってしまってる人がいて、でそのやり方でやると指を、ね、痛めちゃうでしょうみたいな、痛めてね腱鞘炎になっちゃうでしょうとか、腱鞘炎になったら病院に行かなきゃいけないし、腱鞘炎に1回になったらずっとそれに付き合って行かなきゃいけないので、そう間違った、ね、やり方を教えてその怪我しちゃう、まあ、ある意味痛めて体痛めてそれにずっとそれに病院通って腱鞘になってっていう人が増えてしまうのをすごいなんか危惧していて、でそれのちょっと警鐘として今回の動画を上げていきたいと思います。で具体的にはどういうことかっていうと、そのそういうふうに YouTube で言われて良くないっていうのは、結構速くするには筋肉を使ってグッて押すみたいな、バッて押すみたいなのとか、そのバンって、ね、タンポがすごい音が鳴るようにやりましょうとか、ここに指でリズムをとってここにバッバッってやりましょうとか、でそうすると音が良くなりますとかね、全然その強く押して音が良くなるってことは全然全くなくて、まあ調整されてない楽器ね、隙間がある楽器はグッと押せばそりゃ閉まるんで音は良くなるんですけど、そういう間違った知識がすごい氾濫していて、でそのやり方でやってしまうと絶対指を痛めてしまう人が出てくる、でそうすると腱鞘になってくる、ね、人もいる、それで病院送りになっちゃう人もいて、それはなんか良くないでしょみたいなことをなんかちょっと思うことがすごいあって、でそれはもうちょっとね昔の考えだと思うんですよね。なんかなんだろう、グラウンドをね水飲まないで30周しろとか、まあ、とりあえず思いっきりバットを振れとか、でもそんなことしたらやっぱ体壊れちゃうし痛めちゃったりね、もうサックス吹けなくなっちゃったりすると思うんで、今日はそのそうならないためにというか、まあ、サックスのなんか構造をちゃんと理解すれば絶対そうはならないでしょうっていうのと、どうしたらそのスムーズに指を動かせるようになるかっていうのを話していきたいと思います。で話す内容めちゃくちゃシンプルなんで、すごい短い動画になると思うんですけれども、サックスはピアノと比べるとまずいいと思います。でピアノの場合だと例えばドレミファソっていう風に弾くときにドって、まあ、押します。でその次に指をドを上げてレを押します。ミ、ファ、ソ、うん、ソみたいな感じになると思います。でそれはもうピアノの普通の弾き方なんで、まあ、ピアノだと全く問題なし当たり前です。でサックスの場合はそうではないっていうことを話していきたいと思います。でちょっとまあ見えるかわかんないですけど、まあ見えなくてもそんなに聞いてればわかることだと思うので、サックスの場合は例えばシからラに行くときに、まあ押すときは割と早めに押す必要はあります。だけどそんな力いっぱい押す必要はないです。こういう風にバンって こういう風に中にはこういうタンポの音を強く聞こえるように しましょうって人もいるんですけど、それはあまり良くないと思います。なぜなら大きく必要以上に力を加えてしまっているからです。で素早くやるんだけど必要以上に力を入れなければそんなに音はならないです。それは別に遅くやってるわけじゃなくて、早くやっても必要以上に押さなければこんな感じです。で大きく鳴らそうとするとこういう感じになります。で押すときはなので、早くは押す必要あるんですけど、必要以上に力を使わない、タンポの音はなるべく鳴らないようにするといいと思います。でそれはもう今日や、ね、今日聞いて今日できるようなことじゃないんだけど、こんな風にね、ここに音がいっぱい鳴ってるのであればちょっとあまり
ろしくないんだなって考えてもらえればいいと思います。でなるべく鳴らないようにコンパクトに押してください。で次がとても重要です。でさっき話したようにピアノの場合は押したらここに上げます。ここに押したら上げます。なんですけどサックスの場合はこのバネがついているので押すときは今言ったように素早く押すんですけど、上げたいときは上げないです。でどういうことかっていうとバネの力を利用してもらって上げてもらいます。このだから押すときは押すんだけど上げたいときは力を抜くっていうことになります。でそうするとあくまでバネの力で押し上げてもらってるのでキーから上げた時も指が離れることはないです。自分の、ね、力で上げちゃって素早くバッてやろうとしてると結構ここに指がこういう風に上がっちゃってる人が多いと思います。でそうするとここでストロークがかなり何センチか、まあ、こうであってもこうであってもできます。でここからまたさらに押さなきゃいけないのでより必要以上に力を使ってとか早くやらなきゃいけないので早弾きになればなるほどその筋肉をいっぱい使わなきゃいけない。だけどバネの力を使っていればここの最小限の押すときは押すけど開けるときは抜くだけでいい。っていうことは一個一個の動作において半分の力でフィンガリングできていることになります。でこれはまあ全ての指において言えることなんですけれども、これをこういうサックスの仕組みを知っているのととにかく早く力使ってやらなきゃいけないっていうふうに思っているのというのは、まあ、全然変わってきますので、そこをまずサックスの楽器このバネの力がちゃんとあるのでそれを利用して上げてもらうっていうことをまず理解するといいと思います。で具体的な練習の仕方なんですけれども、まあその何だろう吹きながらとかじゃなくてよくて、まず例えば今日はソとラをやろうっていうふうに決めます。でその時にソをポンって押します。でその時にさっき言ったようにここに押しちゃダメです。ここに短波の音がいっぱい響くように押しちゃダメで、まあ、早いんだけど、まあ、こんな感じそんなならないようにします。でその後ソからラに行く時に力を抜く練習をしてください。このソからラに特に離す練習じゃなくてあくまでもこの中指の力を抜く練習をしてください。でそうすると指が全然上がりません。この離して上げた時もちゃんとキーについている形になります。でこれを、まあ、今日はこのソでソとラでやってみようとか、まあ、今日はミとファでやってみよう、ミとレでやってみようみたいな感じでいいと思いますけれども、でめちゃくちゃ地味な練習なんですけど、その上げる練習じゃなくて力を抜く練習をするって感じですね。そうすると演奏中に仮に自分がパッて上げちゃった時にこの上げた距離がすごい煩わしく感じるし面倒くさいしすごい疲れるんでだんだん嫌になってきますし、そしたら今なんか力使って上げちゃったって気づけるようになると思うので、まあ、ちょっとそういった、まあ、めちゃくちゃ地味な練習なんですけど、シトラでもいいしラとソでもいいしソとソシャープでもいいので、そういうふうに1日設定してそういうふうな考えでこの交互に押して力を抜いてみるっていうのをやってみるといいと思います。で早くする方法とか言ってね、なんかスケールをメトロノームに合わせて正確に練習をしましょうとか、ね、トリルをしましょうとか言ってる人いるんですけど、それはちょっとあまり本質的なことを見てなくてただパターンとして、ね、それを反復しましょうってだけなんで、その一番底の部分一番 その土台の部分を見るとサックスっていうのはそういう今言ったようなバネの力を使って押し上げてもらえるっていうところがあるので、そこをちょっと深く考えてもらえるとかなりちょっとずつですけど良くなってくると思うので、今日はフィンガリングについての話をしました。今日の動画がいいねと思っていただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。